それから神はこれらの言葉をことごとく告げて仰せられた私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主であるあなたには私のほかに他の神々があってはならないあなたは自分のために偶像を作ってはならない天の上にあるものでも地の下にあるものでも 地の下の水の中にあるものでもどんな形をも作ってはならないそれらを拝んではならないそれらに仕えてはならないあなたの神主である私は妬む神私を憎む者には父の戸賀を子に報い三代四代にまで及ぼし私を愛し私の命令を守る者には 恵みを仙台にまで施すからである以上ですこの箇所から冬木先生より究極の「ILOVEYOU」という題で見言葉を取り次いでいただきます朝の挨拶をしたいと思いますおはようございます神様にも元気よく挨拶をしたいと思いますハレリアハレリアハレリアえー 私は今日のタイトルを「究極の ILOVEYOU」とつけたんですけど我ながらいいタイトルだなと思って <laughs> 喜んでます、えー、IJCC では1日1章を推奨してますね実践していますメンバーの人は1日1章ずつ読み続け同じ箇所を読んでいくそれが 10月に入っていよいよあのイスラエルの民が出エジプトをしてシナイ山の麓まで来たそして、えー、何が起こるのかっていうとモーセが10回というのはね 10, 10の戒めを受け取るところがいよいよも明日の一日一章ですね入ってきてますそれが出エジプト記20章。 えですねえー、今日が19章でしたから明日20章、えー、あ最近ちょっと抜けてるなと思った人はですね、えー、リセットし直して明日から出演すの20章をね、えー、読み続けていってくださるといいと思いますまああのー、10っていうとクリスチャンじゃない人もよく知ってると思うんですね最初僕はよくわからない、えー、階段が10階建ての10階 10回目に入ってきた、えー、何回読んでも10回何なんだろうって思ってましたけれどもまあそれがですね10回の中で最初の2つの戒めが一番人気がないんですね <laughs> あのキリスト教いい教えをしているのは宗教的にもね10回道徳的にもきちっと教えてるうんよしよしでも あれがなかったらいいのになっていうのが10回の一番最初なんですよキリスト教はいいんだけどなんでキリスト教の神様しか駄目なんだって排他的で寛容じゃないとかって言ってね、えー、そういうのよく僕もクリスチャンになってから聞かされました友達に言うとねあれが、まあ、特に日本人としては八百万の神々を信じてるわけですから キリスト教が一つの神様だけだって言われたら何心の狭い宗教って思ってしまう人も多いでしょうところが実はこの、えー、私の他に他の神々があってはならないって、ね、神様は唯一だってこれがね究極的な「I love you」なんだっていうことに僕は気づいたんです以来ね 回の,のイメージが変わってししままいましただからそのことを伝えたくって仕方がないそれに気づいたときに、まあ、いろんな人にそのことを伝えてたんですけどちょうどその頃うちの娘があの高校生高校3年生ぐらいの時にねあの男の子の友達を連れてきたんです、まあ、親父親としては微妙なところだったんですけど 何を考えたからそういう話題あ,あんまり僕英語得意じゃないからね話してる中で、まあ、娘が通訳してたんだけどこの話に話題になってしまったんだよで僕は力説したんです私のほかに他の神々があってはならないっていうのはね神様の究極の「I love you」だって言ったら彼はちょっと勘違いしたみたいでああもう来なくなってしまったって、えー、娘には怒られるし、えー、大変な経験もしましたけど。 まあ、そのことを今日は皆さんに本当にお話したいと願っています今日の結論「神は私を熱烈に愛してくださっている」「神の愛に応えて私は決して浮気をしない」ってこれ見たらまたわけわからないなって、えー、なんで「十、えー、回」と「浮気をしない」が関係あるのかもちろんあのね「会員してはいけない」とかってありますけど 神様の前にしして浮気はしないこれが結論ですそのお話をする前に、10回についてね、ちょっとさらっと復習しておきたいと思いますけど、盲セが紫外山でもらった10の戒め、そのうちの今日はその前の2つを中心的にお話ししたいんですが、一応、紹介しましょう。1つ目、あなたには私の他に他の神々はあってはならない。 2番目、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。3番目、あなたはあなたの神、主の皆をみだりに唱えてはならない。4番目、安息日を覚えてこれを聖なる人せよ。5番目、あなたの父と母を敬え。6番目、殺してはならない。7番目、勧誘してはならない。 8番目、盗んではならない。9番目、あなたの隣人に対して偽りの証言をしてはならない。10番目、あなたの隣人の家を欲しがってはならない。えー、これが、の戒めです、えー、クレスチャンであっても、これを全部覚えていて、さらっと言,われ言える人はねあの、素晴らしいと思います。 なななかなか覚えられない10項目でもサンデースクールの子どもたちはね覚えてるんですよすごいなってサンデースクールの子どもたちに頭が下がりますけど歌歌を歌ってて覚えてますよ、えー、あそれだったら私もぜひ教えてほしいっていう人はですねこの後サンデースクールの先生に聞いてみてください教えてくれると思います。まあ この10項目の最初の4つは神様と私たちの関係について言っているそして残りの6個は人間同士の関係についてやっていいことをやっちゃいけないっていうことを言っていると教えられています、まあ、これについて今日は詳しく学ぶつもりはないんですが最初のですね2つを特に特に クリスチャンじゃない人たちが嫌われている排他的だと言われて嫌われている箇所について、えー、今日はあの逆説的にっていうんですかねなんかいやそうじゃないよって皆さん誤解してますよっていうことをその誤解を解きたいなと思っているんですが、えー、そうですねあのごめんなさいこの3節 あなたには私のほかに他の神々はあってはならない。まあこれは有名ですから僕も10回のうちこれぐらいは覚えられる。えー、第一番最初。だから神様は自分のほかに神があってはならないと言った。でも日本人にとっては八尾よろずの神々を信じている者にとっては全否定されたかのようなね思いになるんじゃないんですかね。それでえ言われます。 なんと心の狭い宗教だキリスト教はまあオリジナルから言えばユダヤ教ですけどその影響をずっと受けてきたキリスト教としてもここは許すここは譲れないところなんですよそして排他的だって言われる心が狭い自分の宗教だけだから戦争が起こるんだそこまで言う,言う人もいますよね、えー、さて キリスト教は排他的でしょうか、えー、この辺りをね、えー、お話したいと思いますが自分を愛してくれている親を誰よりも愛することは排他的でしょうかねあの親はみんな愛さないといけないから自分の親であろうと誰の親でも愛さないといけないっていうわけじゃないやっぱりその中でも自分の親自分を産んでくれた親がいなければ自分は 存在しないわけですから、お父さんお母さんありがとう、お母さん愛してるよ。排他的でしょうか。そんなことないですよね。当たり前といえば当たり前。でも、ほん、まあ、神様が人間を作ってくださった。本当に神様と人間の関係っていうのは作り主である神と作られた存在、作品、作者と作品っていうような関係があるわけなん。 で,す、ね、で私を作ってくれたのは本当の神様ですそう信じていることが排他的なのかって自分の親を愛することなんと排他的なんだって隣のお母さんも愛してあげなさいよってあなたはってそういうことをできるかって言えないですよね自分のお母さんは一人なんだから世の中でたった一人のお母さんを愛するって。 といいうこはは決して排他的ではないでなすもう一つ言うならば自分の妻だけを信頼して愛することは排他的でしょうか私たちは全世界にいる妻を愛さないといけないでしょうでもこの人僕の奥さんじゃないって言う人まで愛さないといけないそうじゃないですよね自分の奥さんは世界中にたった一人その奥さんを愛するこの アイラブユーが排他的でしょうかって。むしろどんな愛でアメリカにいるとね簡単に「ILOVEYOU」って言ってしまうから信じられないっていうことになってくるし何かあって謝る時だけ「ILOVEYOU」「ILOVEYOU」って言ってるようなことになってしまうとねその「ILOVEYOU」自体がの真実性っていうのが問われてくるような気もしますけど自分の妻をあなただけを愛している。 愛することが排他的か私は排他的だと思っていませんだって自分の愛する妻にこういうことを言う人がいたらどうでしょうねあの私のほかに他の神々はあってはならないだから僕は排他的じゃないあなたを自由に愛するから今日は隣の ご主人を愛してあげなさいだって優しいよあの人ねえ世って高いし優しいし僕に遠慮なんていらないから「今晩は隣のご主人を愛してあげなさい心広いでしょ」っていう人がいたらご主人ごそんなご主人がどうですか皆さんなんという嘘つき。 僕はあなななたを愛してているなんて言いながら嘘つきですよ自分のことを大切にしてないからそんなこと言えるんでしょうもし本当に心から愛してるんだったらそんなこと言わないですよ。なんて言いますあなたは私だけを見てなさいって余計なあの隣の御主人なて見る必要ないって僕だけを見ていなさい僕だけを愛していてほしい。 そんな排他的な、的あなたって排他的ねなんて言われることはないでしょう。同じことが言えるんではないでしょうか。神様は私たちを心から愛して熱烈に愛してるがゆえに先ほど言った「あなたには私のほかに他の神々はあってはならない。私だけを信じて私だけを愛しなさい。 そうおっっしゃってくださるんですねですからキリスト教は排他,排他的だっていうのはね間違いです10回の最初の戒めは実は究極の「ILOVEYou」すなわち究極の「ラブコール」だって「私はあなたを愛している」ってそう言われてるのと同じなんですよっていうことを えー、今日声を大にして、えー、僕は皆さんに知ってほしいと思いますね、えー。もう耳がタコになるよ <laughs> あの私の他に他の神々はあってはならないって、えー、そのことを理解するのにもう一つの例えがあるんですが、えー、神様と人間の関係を先ほど言ったように、えー 創造者と作,られたもの、えー、作者と作品って紹介しましたけど聖書の中にはこの関係を夫婦の関係という形で表していることが多いんですね。えー、どういうことか、えー、まず夫婦の関係ってどういう関係でしょうか 結婚しているか結婚してないかですよ。結婚した者同士は夫婦の関係と言えるんです。一緒に住んでたとしても、結婚していなかったら夫婦とは認められない。これ、大事な関係なんですね。で、夫婦が結婚したら子供が生まれて、家族が出来上がっています。この家族は、どういう関係ですか。血のつながりの関係なんです。 血縁関係って言いますね、えー、親子だってそうでしょ DNA も同じなんでこんなに似てるのって、えー、親子だから仕方がないっていうことあるでしょう、えー、親子もそう兄弟もそうですよ兄弟同士もねでお親じゃなくておじいちゃんにもそっくりひい <laughs> おじいちゃんにもそっくりってこの血がつながってるから当然でしょうで その関係で家族は血がつながっている人を家族って言うんですけど家族の中で血がつながってないのは愛する妻だけですよ奥さんとは血がつながってないんですだって他人だから他人同士が結婚して夫婦になってでしょそれはどういう関係かって言ったら契約の関係に入るんです 地はつながっててなくても契約上私はこの人を妻とします私の夫としますって契約をしてそこからスタートするんです神様と人間の関係もこういう関係だっていう契約の関係ですから血はつ,がつながっていないにもかかわらず私たちは本当に愛されて夫婦の関係になる、えー、その関係を 聖書は言っているんですねですからこの契約の関係結婚したが故に運命共同体に今まで赤の他人同士だったのが運命まで一緒に過ごしていくってすごいことじゃないですかね皆さん結婚されている方は自分の愛する夫は運命共同体の一人なんですよ赤の他人なのに血のつながりもないのに神様はそれを認められたんですよ そして神様が合わしたものを決して話してはいけないって愛する対象として愛の関係として人格独立した人格を全人格を持って愛し合う存在として夫婦っていうのがあるんですねそのことを私たちは見ていきたい。だからあなたは 私の他に他の神々はあっ,あってはならないと神様が人間におっしゃった同じように私たちは、ね、結婚した相手私の愛する妻に対してねあなたは私の他に夫があってはならないって言えるんじゃないですかねいくら優しくていい人かもしんないけど私以外に夫はあってはならない私以外に ああなななたはは妻があってはならない。当たり前といえば当たり前でもこれは夫婦の関係なんですよこれを潰してしまうと家庭崩壊血のつながりがあったとしても崩壊して,崩壊して,していってしまうこれはすごい大切なことですねだから私の他に他の神々があってはならないっていうのは排他的ではないんです熱烈なラブコール だから私はあなたを愛するあなたを大切にしていくからあなたは私以外に夫があってはならない妻があってはならないということなんですね。それほどの愛で愛されているので熱烈な神の愛に私たちは応えていかないといけないんです。それをどう応えたらいいかっていうのを今日3つのポイントでお話ししたいと思いますね。で最初の1番目が 浮気をしないってことです私はあなたを愛しているだから浮気はしないって神様はそういう意味で私たちを見てくださってるんですねあのもちろん夫婦の関係に例えるとそういうことになるでしょうあなたが本当に愛しているならば浮気をしない当たり前かもしれないですこのあなたは私の他に他の神々にあってはならない という十回の最初の戒めはあなたを愛しているということの裏返しになってくるんですね、えー。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもどんな形も作ってはならない。本当のあなたを作った神を 信じて従いなさい。ということですね。えー、次いきます。二つ目、熱烈な神の愛に応える方法としては、勇気を持って従うということです。本当に従っていくためには勇気が必要なんですよ。勇気がなくても従えるのは、あの雇用関係とかね、損 <laughs> 得関係があったらできるかもしれない。でも 本当の愛の対象って、愛されている神様に従っていくためにはね、勇気問われます。なぜなら責任も伴うから、えー。私はですね、15歳の時にこの究極の I love you を言ったと思ってます。実際に言ったんじゃないけど。 何が15歳の時にあったかユースの子たちしっかり聞いてください <laughs> ひろこさんに告白したんです15歳の時にね僕は同じ,あの同じ高校でしたけど僕はサッカー部ひろこさんはテニス部なんかドラマに出てきそうなシチュエーションですよで当時のサッカー部っていうのはですね 結構そういうい誰と誰だけが誰と付き合ってるかってあの緻密な先輩のチェックが入るからねそれで、えー、僕はそのチェックに引っかかってしまってまだ付き合う前ですよ交際する前に「お前たちは何か関係があるのか」って「なんか普段なん何かいそいそしてるぞ」って、えー、それ見破られてしまってねまだ僕はその時は片思いですよそれが見つかってしまって。 お前はどうなんだ好きなのかはい可愛いから好きですじゃあ言ってこいってこれだけですよ先輩後輩の関係ってロマンチックも何もない言ってこいてみんなの見てる前である日練習が終わって、えー、彼女がテニスコートをこう整備してた時にフェンスがあってねボール出ないようにそのフェンスの周りにはサッカー部のものがでってみんなこうやって見てんですよその中で 行ってこいって言われたら後輩は悲しいから一年違って全部「はい」って言わないといけないでスパイクを吐いたままテニスコートに入っていくんですよとんでもないテニス部の先輩から怒られそうなところなんだけど周りサッカー部がみんなこうやってそんなにも言わせないでこうやって見てるんですで僕が行ってひろこさんがねコート整備してるところで直立不動。ねアイラブユー」とは言えないですから しかも付き合ってもいないし相手のこともよく知らないからなんて告白したか「僕の友達になってください」って笑うでしょ真剣ですからね <laughs> そしたら彼女はなんて答えたか「友達なら」って言ったんです <laughs> だから友達からスタートしていくんですよ、ね、初めて会った人に「僕と結婚してください」なんて言いませんよ ね、それがスタートなんですまあ1か月後には振られてしまうんですけどそれがスタートなんですそれが1975年6月15日なんですよ、ね、<laughs> 結婚したのは何年だったっけかなって <laughs> でもそれぐらい僕の中にも印象的で実際に結婚するにまではまだだ あ8年間ずっと交際したんですけどそれは長い長い道のりでしたが、えー、僕たちね僕たちじゃない僕ひろこさんにねプロポーズしたことないんです、ね、えっ、ー、って思うでしょある時誰かに聞かれて誰かに聞かれたプロポーズは何て言いましたかそれを質問を受けた時に えプロポーズしてないかもしれないってなのに結婚したんですかって結婚したんですよでひろ子さんに聞いた「プロポーズしたっけされた記憶がない」とかって言うんですよ <laughs> ええそうだったっけでよくよく僕思い出す思い出す僕にとって、えー、プロポーズしたのはいつだっけかなって思い出したら1975年 6月19日に戻ってくるんですよあの僕の友達になってくださいあの告白がどれだけ勇気がいったことか勇気を持って真剣に聞いたんですそっからスタートしてるってことになったんですよ大切な大切なことを伝えるときにはね勇気が必要なんです人の目なんて気にしてられない そこからスタートしてでそれ以降先輩のいじめもいっぱいありました人の目も厳しかったでもそれ以来それ以来堂々と誰も否定できないああ,あいつら二人は交際してんだなって公にしましたから、ね、あそれってすごく大事なことだと思いますですから皆さんが神様を信じる 洗礼を受けるということはこのことと同じですよ。公に私は神様を信じています。私は神様に従っていきますという告白をしたんですから。もちろんそんなの認めない、許さないという人が出てきたとしてもそれはサタンですね。サタンがやっかみやきもちやいてああだこうだと言ってきたって私たちはどうすることはない。神様が。 愛してるよ神様を愛するって告白した時にその後サタンがどれだけ攻撃をしてきたとしても恐れることはない私は神様のものですね、だから私はあなた以外のものを信じることはしませんという結果になっていくんですね、えー、御言葉の約束もあります神言の29のの29の25 今日、サンデースクールでね、今月の子どもたちの暗証制服はこれでしたよ。おお、すごいなって。こんな小さいときから教えられてるんだ。人を恐れると罠にかかる。しかし、主に信頼するものは守られるって。子どものときから神様を信頼したら守られる、恐れるなって。勇気が必要。勇気が試されることがあったとしても、 神様を信頼する時にあなたは守られるってだから勇気を持って実行しなさい従いなさいもう一つ私たちがクリスチャンになってイエス様のこと神様のことを伝えようとする時には勇気が必要ですよ、ね、今度35周年のナイト・デ・ライトのコンサートがあるから一緒に来ないって誘う時も 何それ」とか「忙しい」とかって簡単にあしらわれてしまうと私たちはもう伝えるのやめようかなって思ってしまうかかななっってて思ししまもれい僕がいつも言ってますけどクリスチャンになって友達に「イエス様のことを伝えたい」って思いはある。まあ、高校時代廊下歩いててねクリスチャンじゃない友達とわーってやってて横に僕の友達がこっちにいるとしたらこっちに誰がいると思います イエス様がいるんですよ。ね、イエス様が一緒に歩いて友達も一緒に友達とばーって話しててくだらないことを話してんだけど横でイエス様がね俺のこと紹介してって。俺のことを紹介して,って,介してってイエス様が言うんですけど僕は <laughs> まあもうまた今度とかって言ってねイエス様のこと伝えないでその場で楽しいことばっかり話してるようなものでしたよ。でもイエス様から俺のことを紹介してって言われた時に 日今度の日曜日一緒に教会に行こうなんて恥ずかしくてなかなか言えなかったりねごまかしてしまったりすることあるんですよその時にどれほどイエス様を悲しませてきただろうかなって本当に思いますイエス様のことを友達に伝えるっていうのはやっぱり勇気必要なんですよ、ね、勇気なくてできる人はすごいたまものだなと思って「うん、羨ましいなそれは持ちないといけないよ」って言えますけど 一般的になんかイエス様のことを言って拒否されたらどうしようとかバカにされたらどうしようとか一緒に仕事してるのにあんたとかはもう仕事しないのって言われたらどうしようかなって思ってしまいませんかそれぐらい弱いところがあるんです人にはその弱さを見せたくないのにで,でも勇気が必要そんな時にパウロを励ましたところがこう書いてあるんですね 使徒行伝の23章の11節その夜主がパウロのそばに立って勇気を出しなさいあなたはエルサレムで私のことを明かしたようにローマでも明かししなければならないと言われた聖精霊様がこう語ってくださるんですあなたはエルサレムでイエス様のことを伝えたけどこれからローマでもでローマからどんどん世界中に私のことを伝えてほしい明かししてほしい そのたためには勇気が必要だったんです。そのことをすることによって命まで狙われるような状況の中にあってパウロは勇気を出しなさいって励まされたんですよですから私たちがイエス様のことを伝えるとする時勇気が必要です目に見えない聖霊様はね勇気を出しなさい大丈夫だって私口 口下手だから何て言っいいいかかわらないです。モーセと同じことを言っているのに僕たちもね「大丈夫」「話さないといけないことは私が導くから勇気を出して伝えなさい」ってまず伝えなさい大事なことを伝える時には勇気が必要ですそして背後で御言葉を持って約束してくださってる私たちは勇気を持って従う。 と実行していいいいかないといけなとけんですね熱烈な神の愛に応える方法として3つ目それは疑わずに信頼すすることです愛してるって言われたらそれを疑わずに信じることですよそう簡単に信じられないのはサタンがいっぱい攻撃をしてくるからです信じあ,のあの人の言葉を信じたいと思いな,思いながらもサタンはまあ、だどうせ嘘ついてるに決まっているから あなた傷つくだけだからやめなさいってイエス様が「I love you って言ってるのにう他にも神様いっぱいいるんだから一人の神様だけなんて無理無理そんな焦る必要はないとかっていろんなこと言ってくるかもしれないそれは私たちの人間の間でもあるでしょうあの人を信頼していこうと思いながらねサタンは語るんですよ 僕ののクリスチャン友友達達こんな友達が「いましたね、えー、僕があのこの間ね神様は僕にこんなふうに語ってくれたんだよ」って明かしするんです。えー、神様に導かれたから今度ハワイに行くよ。まあ、それも一つの例としてねそういうことがあったんです。そしたらその友達正直に僕にこう言いました。ええー、そう僕神様からの語りかけって聞いたことないなって。クリスチャンですよ。聞いたことないなって。 でもね「サタンの語りかけよく聞く」って恐ろしいやつだなって皆さんはどうですか神様の語りかけを聞いてますかそれはね聖書を読んで一日一生何でするんですかって言ったら神聖書を通して神様の語りかけ聞かないと私たちはそれ以上にサタンの語りかけを聞いてしまうからね日曜日布団の中で「ああもうこんな時間だ」 教会に行かなないないないいいいとけ最近はないですよ僕まずないほとんどないそ,そんなことないなもう勝ち取ってるからでも学生時代とかはねそういうこれよく聞きましたよ「もう疲れてんだから寝てなさい」とかね「ありがとう」って「<laughs> そうする?」とかあの、まあ、それに近い他かのサタンの語りかけありますよ「あなたがそこまでする必要ないでしょう」「う誰々さんがやってくれるから任せとけばいいよ」とか。 本当は神様が願って私たちにやってほしい神様が喜ばれる良いことをしてほしいっていうことを語ってくれているのにその言葉には聞かないでその言葉は聞かないでサタンがやめとけお前には無理だとかはいそうですよねって簡単に引き下がってしまうサタンの声っていうのがあるんじゃないでしょうか。で まあ、あの来週は滝本淳先生がね来てくださいます僕も高校時代からずっとお世話になってた先生でまあ霊的な戦いで有名な先生ですよ霊的な戦いって言ってもねすごいシンプルですごいことをやる人じゃないんです本当シンプル御言葉を信じて実行するこれが霊的な戦いだってそれがどういうことがそういうことなんですかっていうことを詳しく教えてくれる先生 ですからぜひ来週楽しみにしてほしいと思うんですけど、まあ、霊的な戦いサタンの攻撃入門初心者にはどういうことから入ってくるかサタン悪霊のね上等手段っていうのを皆さんに教えます目に見えない戦いがあるんだけど上等手段は恐れを与えることです何をするにしても恐れは出てくるんですよ で,できるのは僕じゃなくてあの人使ってくださいっていう時もそうですね。で本当に神様がやらないといけないここで一歩進んだら必ず勝利があるっていうのにやめとこう僕が無理してすることないよ誰かがやってくれるだろうってね祈ることにおいてもそうですよ大胆なことを祈るとき癒しの祈りをするときこの人が病気が治りますようにって祈ってんだけど お前が祈っっててもその祈祈り聞かれれなないいいんじゃすすごこことですよこれ祈るぞ神様は癒しし主だって祈ろうってしてるときにサタンは支えや簡単ですよお前が祈っても無理だってって声を聞いてしまうと祈れなくなってくるんですよそういうことないですかね何かがあってこれ祈らないと祈ってって何で祈ってって頼むんですか自分じゃ自信がないから。 あ,あの先生だったらアリ派だから私が祈るより祈ってって頼むわけですよ。もうすでにその段階で僕たち負けてしまってるんです。聖書は「祈れ」って誰が祈っても誰の何によって祈るかが大事なんだからイエスの皆によって祈れそこに力があるってみんなに公平に言われてるのに勝手に「え僕ダメこの間祈ったけどダメだった」みたいな消極的に自信を持ってないんです。 これは、ね、自信を持って祈るといいんです周りのサタンの声なんて聞かない黙れサタンってこの人を癒してくださいこの今度経済的な問題から助けてください祈りが必要な時は祈ればいいんですイエスの皆によって無責任かもしんないけどイエスの皆によったらイエス様が責任を取ってくださるんだからサタンがお「お前は駄目だ」って言ってきたとしても恐れる必要はない サタンの上等手段は恐れですから恐れを与えて祈らさせないようにするお前が祈っても駄目だってそう聞き続けてくると本当に素直なあ、ね、僕としてはあ「分かりました駄目ですね」ってなってしまう流されてしまうでも大丈夫だって一緒に祈ろうっていう人がいたら力強くなってきます。教会ってそういういところなんですよ一緒に祈ろう 2人でも3人でも私の何よって祈った祈りは聞かれるって約束があるんだから1人じゃだめだから一緒に祈ろうってそれを疑わずに信じることですよ神様が愛して私たちを持ちようとしてくださってるから信じて疑わずに祈るんですで結果が出てちょっとがっかりするような結果だとしても疑わずに信頼する必ず 聞いてくだださるんだからすぐに目に見えない結果が出たとしても結果は主のものだから主が勝利を取ってくださるから「ドントーオリ」ってこのこの自信をつけないといけないんですよ。イエス様が共にいるからって出ないと自分のことだけで大丈夫って自信持ってたらね簡単に 足元救われてしまいまいすよですから今年の久しぶりですけど今年のテーマは「あなた方の信仰と希望は神にかかってるんです」って「あなたにかかっているんじゃない」「あなたの信仰にかかってるんじゃない」「あなたの祈りにかかってるんじゃない」って「神にかかってるんだから」たとえ私たちは力なくたとしても「そんなことを神様は知ってます」「でも私の名によって祈りなさい私を使え」って。 イエス様、そうでしたイエス様こうしてください。助けてください。あなたの助けが必要です。イエスの皆によって祈ります。信仰と希望は神にかかっているんだって。これを実践していかないといけないわけです。理屈じゃない。信じて祈るって。行動を起こす。当然、あの努力必要ないって言ってないですよ。 僕そうかなと思って高校受験の時も僕の力じゃないんだから祈りだけで大高校行けるかなそんなに甘くはないですよねやるべきことはやる最善を尽くすそして結果は死ぬものだって祈って委ねるっていうことです何もしなくてもじゃないベストを尽くしなさい私が共にいるからそれができないっていう時も なんかも,う一歩もう一歩頑張りなさい私が後ろから支えるからってこういう関係ですでもそれを妨げるのがサタン悪霊恐れを与えてお前がやっても無理だってお前なんてダメだお前なんて嘘つきだって責めてくるじゃない結果は主のものあなた方の信仰と希望は神にかかってるんだから 安心しして神に任せましょうたとえ遠回りをしたとしてもこれが私には必要だったんだって分かるときが必ずきます。ね、さあもう一度今日の御言葉を読んでいきたいんですがあなたには私の他に他の神々はあってはならないあなたは自分のために偶像を作ってはならない上の天にあるものでも 下の,地,にあるものでも地の下の水の中にあるものでもどんな形をも作ってはならないそれらを拝んではならないそれらに仕えてはならないあなたの神主である私は妬む神だ私を憎む者には父の戸賀を子に報い三代四代にまで及ぼすってすごいですよ執念深い神様ですから。 しかし私を愛し私の命令を守る者には恵みを仙台にまでほど施すからだって私たちの信じている神様はどんな神様ですか恵みを仙台にまで及ぼしてくださる神を信じることができるんですよ簡単に諦めないサタンの誘惑に乗らない 引き下がれサタンって私は私の味方は私は強くないけど私の味方は最高だってイエス様の名前を使えばいいんですよそしてサタンはこっち来いこっち来いってし仕方ないからもう無理するな無理したこっちに一緒に行ってた方がいいぞって、えー、言,うか言うかもしれないけどいえ私は主の側にいます主の足元にいます だからイエス様、助けてください。と祈り続ける時に神様は見捨てないですよ。熱烈に「I love you」。私はあなたを愛してる。だから心配するな。恵みっていうのは受ける資格のないものに与えられるものなんです。 私は大丈夫だこれだけやってたらって思う人にはないんです私はダメだって自身をなくしてもうダメだって思った時に神様が「大丈夫」って与えてくださるのが「恵」みなんですよ以来僕は恵」み大好きです <laughs> いつも神様の「恵」みの中で生かされている失敗した時は「ごめんなさい」 正直に謝ればいい神様は許してくださるその恵みの中で愛されてるんだから私は決して浮気はしませんイエス様あなただけですって変えられていくんですね今日の結論「神は私を熱烈に愛してくださっている神の愛に応えて私は決して浮気をしないイエス様あなただけです」 いうものでありたいと心から願いますお祈りします恵み深い天のとおさまあなたの尊い皆を心から賛美いたしますあなたに愛されてあなたに許されて今日までやってくることができたことを感謝しますあなたが常に最善をなしてくださることを信じます 本当に愚かなもので罪の中にいたときもすでに選び出してくださって許すためにイエス様ご自身が十字架にかかってくださいましたこんなもののために失敗を繰り返すような愚かなものですが諦めずに私はあなたを愛しているだから他の神々はあってはならないといつも 熱烈なラブコールを持って読んでいてくださることを心から感謝しますこれからの人生をあなたに従っていきたいと願いますからこんな愚かなものですが用いてくださいあなたに従っていきます勇気を与えてくださいすべてのことにおいてあなたが前に立って 私たちを導いていてくださることを信じます。あなたの愛に応えるものとさせてください。それぞれでしばらくの間、祈りの時を持ちましょう。すでにクリスチャンの人たちは、もう一度、自分の信仰を振り返る中で、励ましを受け取り、イエス様の愛に応えるものとなれるように祈りましょう。 まだクリスチャンでない方はイエス様を信じるのには勇気が必要です。今日その勇気を与えてくださいと祈りましょう。天のお父様、感謝します。精霊様がこの祈りを聞いてくださっていること精霊様が私たちを励ましていてくださること一切の サタンの誘惑や攻撃からあなたが共にいて守っていてくださいますようにお願いいたしますあなたはすでに私たちに勝利を与えてくださっていますから感謝します勝利者としてこの人生を歩んでいくことができるように導いてください何よりもあなたに愛され許されていることを感謝します イエス様の皆によって祈りますアーメン